どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、 V ポイントありますよね、まあ、こちらをね先日紹介させていただいたこちらのカードですね、ホテルニューオータニのポイントにね交換することができるということで、今回の動画ではですね、やっとね V ポイントへのね、ポイント交換完了しまして、私ね V ポイント3万ポイント分ね交換することができたっていう風になりますんで、本日はですね実際のポイント交換の方法ですね、解説やっていきたいななんていう風に思います。おそらくね多分交換してそのまますぐね予約みたいな感じにはね、まあ、できないと思うので、まあ、今回の動画では V ポイントをですね、ホテルニューオータニのポイントの、交換方法になると思いますので、今後ね V ポイント、ホテルニューオータニのホテルの宿泊券とか、食事券とかですね利用されたいっていう方はぜひね参考にしていただければなと思います。ということで早速ね内容に入っていきたいなと思います。まずですね前回のおさらいね軽くいきたいなと思います。ということでこちらがですねホテルニューオータニビザということで、このねクレジットカードをね持っているとこのね V ポイントをホテルニューオータニのねポイントに交換することができるっていった形になります。でこちらがですね、クラシックゴールド2500ポイントでこのねプレミアムクーポン1っていうのに、まあ、交換できるみたいな、まあ、こういった形になってるんですよね。ですので V ポイントがね2500ポイントあればプレミアムクーポン1、まあ、ここでね利用するクーポンが利用できて、5000ポイントだったらこっち、クーポン2、1万ポイントだったらクーポン3、1万5000ポイントだったらクーポン4みたいな感じでね、利用することができるっていった形になります。で、このね、2500ポイントであれば、プレミアムクーポン1になって、このコーヒーショップ、サスキのランチ券であったり、中国料理、大観園でいいのかな、ちょっと読み方わかんないですけども、ランチ券がね、幕張のホテルニューオータニは利用することができて、またね、麺どころ中島のランチ券、もしくはカフェ、レストラン、グリーンハウスのランチ券が、このね、2500ポイントで利用することができるっていった形になります。まあ、こちらは V ポイントっていう風になりますね。ですので、2500V ポイントがあればプレミアムクーポン1にね利用することができて、またねこのクーポンは、まあ、前回の動画でね触れさせていただきましたけども、全て2名様分のねご招待っていう風になりますんで、まあ、食事券であってもですねポイントが多くなってね1万5000円以上になると、このねモデレートルームのね一泊朝食付きの宿泊券とかね利用することができるわけなんですけども、まあ、こういったものもですね全部ね2名で利用することができるっていう風になりますんで、 2500V ポイントからね利用することができるっていう風になりますんで非常にいいですよね。まあこのホテルのね食事っていうのはね基本的にね非常に高額っていう風になりますんで、まあ、2500V ポイントでね、こういった感じで利用することができればですね、かなりね、お得なのではないのかなと思います。またね、1万5000ポイントからですね、このモデレートルームね、朝食付きの宿泊券がね、こちら幕張のホテルニューオータニの宿泊券が利用することができるわけなんですけども、まあ1万5000じゃね、ホテルニューオータニ宿泊することもできないと思いますし、またね、朝食までね、ついているっていう風になりますんで、めちゃくちゃいいですよね。まあこういった感じで利用することができて、3万ポイントまで行くとですね、スイートルームとかね、利用することができるっていう風になりますんで、これもね、めちゃくちゃいいですよね。まあこういった感じでですね、ポイントが上がっていけば行くほど、かなりね、高額であろうね、ホテルルームとかのね、特典も利用することができてしまうっていった形になるんですよね。ですので、まあ今後ですね、三井住友カードのね、V ポイント貯めている方はですね、こちらのね、クレジットカード発行していただなければこのね V ポイントを交換することができるっていう風になりますんで、ぜひね利用してみていただければななんていう風に思います。それでは次にですね、実際にね交換やっていきたいなと思います。こちらね PC サイトの V パスになるわけなんですけども、まあこちらアプリでもね交換できると思いますので、まあお好みでね利用していただければなと思います。無事ね交換が完了して、ちょっとね交換しすぎてしまってね、あのやってしまったんですけども、今ね 41,000V ポイントあるっていう風になりますんで、今回ね3万ポイントでホテルニューオータニのねポイントに交換していきたいなと思います。まあ、ポイントっていうか、まあ、クーポンですね。でまずねこの V パスでポイント交換する際は、まあ、こういった感じで私ね持ってるカード出てるわけなんですけども、こちらね選択していただかないとね多分ね交換することできないと思いますので、まあ、こちらはね覚えておいてください。で、こちらですねポイント交換いきましょう。で次のページに行くと、このねホテルニューオータニのっていうのは、まあ、ポイントに移行にね思われがちなんですけども、一応ねこれねギフト券みたいな感じみたいなんですよね。ですのでポイントにね入ってませんので、まあ、これね注意してください。こちらですね景品またはギフトカードに
交換です。で、そうしていただくとですね、景品に交換っていうね、ページが出てきまして、こちらですね、ニューオータニビザクラシックというのがね、出ていると思うんですけども、まあ、こちらでね、交換が、できるっていった形になります。ですので、ポイント数をね、選んでいきたいと思うんですけども、まあ、私はね、今回3万ポイントで交換しようと思ってますんで、3万ポイント以上ですね。で、コースが、こちらは、こっちの方がいいのかな？はい、これですね。はい、こっちで検索した方がいい。はい、あ、こうですね。はい、そうすると、ニューオータニビザ専用っていうのはね、出てくると思いますので、まあ、こちらがね、先ほど見ていただいたプレミアム空港1、2、3、4、5、6っていった形になりまして、まあ、それがこれですね。はい、1であればこちらみたいな感じですね。1、2、3、4って振られてると思いますので、まあ、これがね、こちらっていった形になります。で、今回私はね、こちら、3万ポイントね、交換しちゃおうと思ってますんで、 MM クーポン6ですね、交換に進むをクリックいたします。そうするとこちらですね、はい、3万ポイントが1枚、景品をスリカするということで、まあ一緒にね、何個までかできるんですね。はい、99個までできるみたいですね。で、こちらね、 V ポイントの規約が表示されますんで、同意して次の画面へ進みます。で、お申し込みの変更キャンセルできませんということで、こちらですね、プレミアムクーポン6ということで合ってますね。はい、プレミアムクーポン6ということで、私はね、これをね、選択しましたんで、いいですね。3万ポイントでね。まあ、ここら辺どこかでね、利用していきたいな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、私はね、ホテルに宿泊するのが結構好きなんでね、東京か、まあ、ちょっとどこかね、決めてないんですけど、どっかのね、ホテルとかね、宿泊させていただきたいな、なんていうふうに思っております。で、こちらですね、ネット予約ができるみたいな、まあ、そういったサービスではなくて、送付先住所がね、記載されていると思いますので、これね、クーポンがね、ご自宅に配送されてくるっていうふうになりますんで、まあ、この点はね、注意していただければなと思います。ですので、まあ、すぐね、交換してすぐ使うみたいな、まあ、そういったのはね、ちょっと利用することができないっていうふうになります。で、私もですね、今回ね、初めて交換しますので、まあ、この動画撮影してるのね、9月の20日なんですけども、まあ、どれぐらい期間を要したっていうのは、まあ、またね、次の動画でね、話したいな、なんていうふうに思いますので、まあ、これから交換される方はですね、クーポン交換してね、ご自宅に送付されるっていうことは覚えておいていただきたいな、なんていうふうに思います。ではね、住所等々をね、表示されていると思いますので、こちらね、間違いないかを確認していただいて、決定をね、押していただきます。はい、住所間違いないですかということで OK ですね。はい、景品交換、受け付けましたということで、景品交換は3週間ほどでお届けしますということで、まあこちらね、こういった記載が書いてありまして、お申し込み集中時は1、2ヶ月ほど時間をいただく場合がございますということで、お申し込み集中時っていうのはね、一体いつなのかちょっとわかんないですけども、まあちょっとね、この、話もですね、今ね、かなり拡散されておりますんで、まあ、もしかしたらですね、今まではね、3週間ぐらいでね、届いてたかもしれないんですけども、まあ、これからね、V ポイントって非常にね、貯めやすくなっておりますんで、またね、このクレジットカードもね、結構有名になってきている部分もございますんで、まあ、今後はね、このぐらいかかるかもしれませんので、まあ、この点はね、覚えておいていただければな、なんていうふうに思います。交換自体はですね、非常にシンプルっていうふうになりますんで、まあ、これでね、交換自体は完了っていうふうになります。ということで、今回ですね、ちょっとね、簡単な動画になってしまって申し訳ないんですけども、まあ、今回ですね、V ポイントを、ホテルニューオータニのですね、クーポン券にですね、実際にね、交換させていただきました。まあ、注意しといていただきたいのは、これはですね、ポイント交換っていう感じなんですけども、交換してるのはね、景品っていう風になりますんで、ポイント交換先にね、こちらないっていう風になりますんで、この点はね、注意していただければな、なんていう風に思います。私もね、最初ね、カード来た時にですね、ちょこちょこやってみた時に、ポイント移行にねえじゃんと思って、結構ね、なんだなんだっていう風になって、まあ、もしかしたらこれ景品なのかなと思って、そっちを見たらそっちにあったみたいなね、まあ、そういった感じになりますんで、もしね、これからこのね、ホテルニューオータニのね、カードを作って、V ポイントでね、ホテル宿泊されたいっていう方は、ぜひね、覚えておいていただければなと思います。一応ね、9月20日に、私ね、申し込み完了いたしまして、一応ね、画像上は、3週間程度っていう風になりますんで、まあ、10月の半ばぐらいにはですね、到着するのではないかと思うんですけども、まあ、集中している時期はですね、1、2ヶ月かかるっていう風になりますんで、まあ、そうなるとですね、まあ、11月ぐらいになるのかな？もしかしたらね。まあ、ちょっとここら辺はね、わからないわけなんですけども、まあ、このね、V ポイントね、非常に貯めやすくなってるって話をね、先ほどさせていただきましたので、まあ、
プラチナプリファードとかでね、あの SBI 証券のね、クレカ積み立てやっている方はですね、あの、クレカ積み立てしてるだけでね、年間3万ポイント取れたりいたしますんでね、まあそういった感じで V ポイントかなりね、貯めやすくなってるっていう風になりますんでね、まあこの点は覚えておいていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。はい、ということで今回ね、ちょっとおまけ動画ね、作らせていただきました。皆さんね、こちらの動画見ていただけましたでしょうかね。ヒルトンアメックス一般カードプレミアムカードですね。今ね、新規入会キャンペーンやっておりまして、本日9月20日までがですね、このね、ヒルトアメックス一般カード、プレミアムカードのですね、新規入会キャンペーンね、期間っていう風になりまして、本日でね、こちら終了いたします。私ね、このヒルトアメックスね、発行開始になった時からですね、この解説動画だったり、キャンペーンとかね、紹介させていただきましたけども、まあ、今回のね、ヒルトアメックスのキャンペーンね、今までで一番ね、過去最大にね、利用金額もすごいですし、特典もすごいっていう風になりますんで、まあ、期間中にですね、こちらね、一般カードであれば、3ヶ月以内にですね、合計100万以上ね、利用していただかなきゃね、いけないわけなんですけども、まあ3万ポイントでね、無料宿泊特典1枚もね、もらえるっていう風になりますし、こちらのクレジットカードはですね、本当にコスパ最強のクレジットカードってずっと私はね、言わせていただいておりまして、まあ一般カードであればですね、年会費1万6500円で、で、またね、家族カードも無料で1枚発行できてですね、で、またね、ヒルトンのゴールドステータスもね、もらえるっていう風になりますんで、まあこちらのカードね、非常におすすめっていう風になりますんで、もしね、ヒルトンカードね、気になってたよっていう方はですね、まあ今日までがねチャンスだななんていう風に思いますので、まあ気になる方はね概要欄に載せておきますんで、ぜひねチェックしていただければなと思います。またねプレミアムカードもやってるんですけども、こちらね正直なかなかねおすすめ、まあおすすめはおすすめなんですけども、特典はすごいんでね、ですけども3ヶ月以内に250万って結構えげつないね利用金額ですので、まあ達成できそうな方はですね、こちらもね検討してみていただければなと思います。こちらもね、今まで過去最大のね、ウィークエンド無料宿泊特典2枚、プラス10万5000ポイントもらえるっていう風になりますんで、かなりすごいですよね。まあこちらはね、ちょっとハードル枠高めなんですけども、達成できそうな方はですね、こちらもね、ぜひ検討していただければな、なんていう風に思いますので、本日ね、9月20日までっていう風になりますんでね、ぜひ取りこぼしないようにね、利用していただければなと思います。ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。